ここがアスピオみたいですね。薄暗くてジメジメして、おまけに肌寒いところだね。町が洞窟の中にあるせいですね。太陽見れねえと心までねじくれんのかね。コア盗むとか。通行許可証の提示を願います。許可証ですか？ここは帝国直属の施設だ。一般人を簡単に入れるわけにはいかない。そんなの持ってるの？中に知り合いがいいんだけど通してもらえない？正規の訪問手続きをしたなら許可証が渡っているはずだ。その知り合いとやらからな。いや、何も聞いてないんだけど。入れないってんなら呼んできてくんないかな。その知り合いの名はモルディオ。モルディオだと？やはりダメだ。書簡にてやり取りをし、正式に許可証を交付してもらえ。チッ、ゆず聞かないんだから。あの、フレンという名の騎士が訪ねてきませんでしたか？施設に関する一切は機密事項です。些細なことでも教えられません。フレンが来た目的も？もちろんです。ということはフレンはここに来たんですね。知らん、フレンなんて騎士は。じゃあせめて伝言だけでもお願いできませんか？やめとけ、あいつらに何言っても時間の無駄だって。冷静に行こうぜ。でも中にはフレンが。諦めちゃっていいの？絶対に諦めません。今度こそフレンに会うんです。俺はモルディオのやつからブラスティア取り返してついでにぶん殴ってやる。だったら他の出入り口でも探さない？それ採用。ぐるっと回ってみようぜ。いざとなれば壁を越えてやりゃいい。都合よく開いちゃいないか。壁を越えて中から開けるしかないですね。早くも最終手段かよ。フレンが出てくるのを待ちましょう。フレンは出てきたとしてもモルディオは出てこないだろう。出てきたフレンにお願いして中に入れてもらうのはどうです？あいつこの手の規則にはとことんうるさいからな。頼んでも無駄だって。カロル、何をしてるんです？よし、開いてよ。え、ダメです、そんな泥棒みたいなこと。お前のいるギルドって魔物狩るのが仕事だよな。盗賊ギルドも兼ねてんのかよ。え、まあ僕ぐらいだよ、こんなことまでやれるのは。ご苦労さん。じゃ、行くか。本当にダメですって。フレンを待ちましょう。フレンが出てくる偶然に期待できるほど俺我慢強くないんだよ。だいたいこういう時に法とか規則に縛られんのが嫌で俺騎士団辞めたんだし。でも。んじゃ、エステルはここで見張りよろしくな。えっと
でも、あの、私も行きます。なんかモルディオンみたいのがいっぱいいるな。あの、少しお時間よろしいです？あ、なんだよ。フレン・シーフォという騎士が訪ねてきませんでしたか？フレン？ああ、あれか。遺跡嵐を捕まえるとか言ってた。今どこに？さあ、研究に忙しくてそれどころじゃないからね。そうですか。ごめんなさい。じゃあ、失礼するよ。ちょ待った。もう一つ教えてくれ。ここにモルディオって天才魔導士がいるよな。な、あの変人に客？さすが有名人、知ってんだ。ああ、いや、何も知らない。俺はあんなのとは関係ない。まだ話は全然終わってないって。もう、なんだよ。どこにいんの？奥の小屋に一人で住んでるから、勝手に行けばいいだろ。サンキュー。大丈夫なの？ん？名前出しただけでみんな嫌がるなんておかしいよ。気になりますね。そりゃブラスティア泥棒だしな。嫌われてんのも当然だろ。態度、そこ、どれをとっても有利って騎士っぽくないよね。なんだよ急に。だって泥棒みたいに裏口から町に入っちゃうしさ。鍵を開けられるカロル先生には言われたくないんだけど。私、フレンを追ってきただけなのに、いつの間にか泥棒になってたんですね。まだ何も取ってねえっての。この町、なんか本がたくさんあるね。俺あんま本とか読むの得意じゃねえから、夜うなされそうだよ。ユリってそんな感じするよね。じっとしてるのもダメっぽいし。カロル先生には言われたくねえな。あれ、エステルは？さっきからずっとそこで本読んでるぞ。エステル、そろそろ行くよ。読み出したら止まらないらしいな。何です？これ古代文明の文献みたいですよ。聞いてねえから。
絶対入るな、モルディオ。ここか。普通はノックが先ですよ。いないみたいだね。どうする？悪党の末乗り込むのに遠慮なんていらないって。ダメです、これ以上罪を重ねないでください。なら僕の出番だね。え？出番って、それもダメですって。ま、ちょろいもんだね。待って、僕も行くよ。あ、待ってください。もうどうしてこう。すっご、こんなんじゃ誰も住めないよ。その気になりゃ存外どんなとこだって食ったり寝たりできるもんだ。ユーリ、先に言うことがありますよ。こんにちは、お邪魔してますよ。鍵の謝罪もです。カロルが勝手に開けました、ごめんなさい。もうユーリは。ごめんください、どなたかいらっしゃいませんか？いないんなら好都合、証拠を探すとするか。うるさい。え、あれ、ちょっと。泥棒は。うわー、待て、ぶっ飛べ。やひどい。あ、女の子？こんだけやれりゃデートで会った時も逃げる必要なかったのにな。はあ？逃げるって何よ。なんで私が逃げなきゃなんないの？そりゃデートの下町からブラスティアのコアを盗んだからだ。いきなり何？私が泥棒ってこと？あんた常識って言葉知ってる？ま、人並みには。勝手に家に上がり込んで人を泥棒呼ばわりした挙句剣突きつけるのが人並みの常識？ちょっと犬入れないでよ。そこのガキンチョも、その子返しなさい。え、ブラスティアよ、ブラスティア、返しなさい。な、何よあんた。私エステリーゼって言います。突然こんな形でお邪魔してごめんなさい。ほら、ユーリとカロルも。ごめんなさい。で、あんたら何？ですね、このユーリという人はテートからコア泥棒を追ってここまで来たんです。それで？コア泥棒の特徴ってのが、マント小柄、名前はモルディオだったんだよ。ふん、確かに私はモルディオよ、リタ・モルディオ。背格好も情報と一致してるね。で、実際のところどうなんだ？だからそんなの知ら、うん、その手があるか。ついてきて。はあ？お前意味わかんねえって、まだ話が。いいから来て。シャイコス遺跡に盗賊団が現れたって話、せっかく思い出したんだから。
盗賊団？それ本当かよ。協力要請に来た騎士から聞いた話よ。間違いないでしょ。その騎士ってフレンのことでしょうか。だな、あいつ振られたんだ。そういえば外にいた人も遺跡嵐がどうとか言ってたよね。つまりその盗賊団がコアを盗んだ犯人ってことでしょうか。さあな。相談終わった？じゃあ行こう。とか言って出し抜いて逃げるなよ。来るのが嫌ならここに警備呼ぶ？困るのは私じゃないし。行ってみませんか？フレンもいるみたいですし。捕まる、逃げる、ついてくる。どうすんのかさっさと決めてくれない？わかった、行ってやるよ。シャイコス遺跡は町を出てさらに東よ。なんかリタってちょっと怖いよね。そうでしょうか。ま、あんなもんじゃねえの。なんか機嫌悪いみたいだし。それはユーリが不作法をしたからですよ。コア泥棒に礼を尽くす気はねえからな。違ってたらどうするの。そん時は謝るよ。その言葉忘れないでよ。だ、聞いてたんだ。聞こえただけよ、私が怖いとか。気をつけろよカロル、ありゃ根に持つタイプだ。やだな、脅かさないでよ。あんた、エステリーゼだっけ。はい、長くて呼びにくいと思うのでエステルって呼んでください。エステリーゼって見たとこ貴族のお嬢様よね。よくあんな素行の悪いのと一緒にいるわね。あ、いえ、ユーリはいい人だと思いますよ。それと私のことはエステルって呼んでもらって構いませんよ。わかったわ、エステリーゼ。ありゃ強敵だな。ここがシャイコス遺跡よ。騎士団の方々いませんね。この足跡まだ新しいね。騎士団か盗賊団かその両方かってとこだろう。きっとフレンの足跡もこの中にあるんでしょうね。かもな。ほらこっち、早く来て。
モルディオさんは暗がりに連れ込んで俺らを始末する気だな。始末ね、その方が私好みだったかも。不気味な意味で同調しないでよ。仲良くしましょうよ。騎士団も盗賊団もいねえな。もっと奥の方でしょうか。奥って言ってもな、誰かいるようには見えないよね。まさか地下の情報が外に漏れてんじゃないでしょうね。地下？ここ最近になって地下の入り口が発見されたのよ。まだ一部の魔導士にしか知らされてないはずなのに。それを俺らに教えていいのかよ。しょうがないでしょ、身の潔白を証明するためだから。身の潔白ね。地面に擦れた跡があるね。発掘の終わった地上の遺跡くらい盗賊団にあげてもよかったけど、来て正解だったわ。なら早く追いかけないと。行くぞ、もうちょっと頑張れよ。ちょっと、ほら、もう少し。カロル、大丈夫です？これくらい余裕だよ。じゃ、行くわよ。遺跡なんて入るの初めてです。そこ足元滑るから気をつけて。何見てんのよ。モルディオさんは意外とお優しいなぁと思ってね。やっぱり面倒引きずれてきた気がする。別に一人でも問題なかったのよね。リタはいつも一人でこの遺跡の調査に来るんです？そうよ。罠とか魔物とか危険なんじゃありません？何かを得るためにリスクがあるなんて当たり前じゃない。その結果何かを傷つけても私はそれを受け入れる。傷つくのがリタ自身でも？そうよ。悩むことはないんです？ためらうとか。何も傷つけずに望みを叶えようなんて悩み、心が贅沢だからできるのよ。心が贅沢。それにフラスティアは私を裏切らないから面倒がなくて楽なの。なんかリタってすごいです。あんなにきっぱりと言い切れて。何が大切なのか、それがはっきりしてんだな。私はまだその大切がよくわかりません。適当に旅して回ってりゃそのうち嫌でも見つかるって。
の中って外とは全然違うんですね。うん、なんか不思議な感じ。見たことないものとかあるし。なんだ、カーロルも初めてなんだ。まあね、僕の専門は魔物を狩ることだし。あ、これなんだろう。あんまその辺のものに触らない方がいいわよ、罠とかあるから。今何かカチッて落としませんでした？危ない、カロル！悪い、余裕なかったんでやりすぎた。これじゃあ罠にはまった方がマシだったよ。戦い足りねえかな。この子ダメか。発掘前のブラスティアってこんな風になってんだ。大昔の人は何を思ってブラスティアを遺跡に埋めたんでしょう。さあね、その辺のことは今も研究中よ。こんだけあるならアクエブラスティアも落ちてねえかな。どれもコアがありませんね。なんだ、それじゃあ動かないじゃん。コアもコンテナも完璧なんてブラスティア、そうそう発掘されないのよ。術式により魔術を発現するコア、その魔術を調整するのがコンテナ。両者が揃ってブラスティアと呼ぶ。ブラスティアはそれぞれ異なった性能を持ち、その性能を表す紋がコア上に浮かぶ。現代技術でコンテナの生産は可能だが、コアは再生不可能である。です。要するに発掘品を使うしかないコアは貴重ってわけだ。泥棒が盗むのも当然だな。そうでもないよ。エステリーゼが言った本の内容はちょっと古いの。古いってどういうこと？発掘品より劣化はするけど、簡単なコアの復元は成功してる。本当ですか？だから私なら盗みなんてバカな真似はしない。そんな暇があるなら研究に時間を費やすわ。完全に修復するためのね。それが魔導士よ。
立派な信念だよ。けどそれで疑いは晴れないぜ。口では何とでも言えるもんね。その辺に使えるブラスティアが残ってるかもしれませんよ。こっちのはコアが残ってるよ。そのコアをこれ使って撃ってみて。このリングについてるのブラスティアのコアと同じものだな。術式を文字結晶化することで必要に応じてエアルを照射するブラスティア、ソーサラーリング。その説明ちょっと違う。照射してブラスティアにエアルを充填させるが正解よ。って、あんた知ってるの？古い遺跡の鍵代わりになるとお城の本で読みました。本物は初めて見ます。お城？撃てばいいのか。あのブラスティアのコアをそのソーサラーリングで撃つだけよ。狙うものに体を向けて撃つのよ。飛ぶ距離に限界があるから試してみるといいわ。はい、終了。あれはストリムの門、移動を示す紋章ですね。はあ、なるほど。あれ、何？侵入者退治の罠ね。じゃあ、まあ、気をつけながら先を急ぐとするか。いいの？私実はもっと奥に誘い込んであんたらを始末するつもりかもよ。罠より怖いのがここにいたよ。あんた持ってて。大事なもんじゃないのか。この先も何度か使わなきゃいけないから。じゃあ先頭歩く俺が持ってた方が効率いいな。昔の人間はこんなリング一つでいろいろなもんを動かしてたのかね。ええ、この遺跡だけじゃなくて他でも同様の仕掛けが見つかってるわ。小さいくせに便利なんだね。誰かさんと違ってね。え、でもソーサラーリングの所有を認められるなんてリタもすごいです。ごく限られた人にしか与えられていないと聞いていましたから。信用されてんだな。あんた以外には